はい、こんにちは、トールと申します。アニメ大雪海のカイナを1話視聴しましたので、作品の軽い紹介とネタバレなしの感想及び、アニメ視聴後の本編内容含めたね、感想や注目点などを順番に共有していきたいと思います。このチャンネルではアニメ本編から作品の面白さの共有、楽しんでいける作品より楽しむための深掘りなんかを行ってますので、よろしければお付き合いください。まずは第1話ということで軽い作品紹介しておこうと思います。大雪海のカイナは、こちらはジャンルはファンタジー、まあ SF 要素も入ってるのかなと思ったんですけど、の作品になってまして、自分はこれ始まる前は漫画原作作品かなと思ってたんですけど、まあこれはメディアミックスとして考えて良さそうです。まあシドニアの基地なんかを書かれた二瓶勉先生が漫画をね、連載はされているんですけど、まあミックス的に楽しむことができる、そんな作品なので、まあある意味ね、オリジナルアニメとして、楽しめると思います。制作はポリゴンピクチャーズさんの40周年記念作品となっていて、力が入っていることも伺えます。ストーリーとしましては、まあ、地表が大雪海で大雪、まあ、大雪原かな、大雪原で、まあ、覆われていてですね、でそこから逃げるような人々たちが、ねまあ、その雪原の上に天幕を作って生活していたという世界観ですね。でそこに住んでいる少年カイナがですね、まあ下の世界から登ってきたリリハという少女を見つけて物語が始まるストーリー構成になってまして、もう1話は本当にね、まあ出会ったっていう、形なんだけど、とにかくこの世界観の面白さというか その、まあ、幻想的に視聴者としては見えるんだけど、でもシビアな、ね、世界ですよ。人が生きていくのには難しいような、ね、世界。そう、立ち向かうべきものがその大きな怪獣とか怪物とかではなくてですね、自然、大自然っていうところの、書かれ方がね、ちょっとね面白かったですね。そう、まずは環境との戦いが、強調されていてですね、自分は新鮮なね喜びがありました。そんなわけでですね、まあ、こちらの作品、まあ、その配信がアマプラ独占なので、地上波で見れる方はちょっと見逃さないようにね、してもらったらと思います。まあ、まだまだどんなストーリーになるかはね、見えてない部分は多いんですけど、自分は1話ね、圧巻の世界観を楽しみましたし、まあ、まだ2人はですね、どんな冒険を繰り広げるのかも全然見えてきてませんので、はい、この後を楽しみにしていきたいなというふうに思ってます。で機会がある方はね、ぜひね、まあ、視聴して、続きの感想もご一緒いただければと思います。それではここからは視聴後のね、感想と注目点なんかの話をダラダラしていきたいと思いますので、よろしければね、視聴後にお付き合いいただければと思いますが、まずはね、この世界観の描き方がうまいし、ただ単に絵としてね、ああ綺麗だなとかですね、すごいな、壮大だな、芸術的だなっていうだけではないんですよね。もう冒頭から見せ方がうまいんですよね。なんかマスクをしたね、ものがなんか動いとって、いや何やろこれ、宇宙空間かなとか思っていたらですね、白い息が見えて、あどうやら外気があってね、気温が低いらしい。まあなんでマスクしてるのかわからないけど気温が低いらしいなっていうところからね、上に見えていたのは空が見えてるから宇宙なんだろうか月なんだろうかって見えたら、なんか下に映っていて、あれこれ湖に氷張ってんのかなって見えるんだけど、どうやらねその下になんか雲が見えるわけですよ。このあそっかそっか、これ下に世界があるんだって、でそこに穴が開いてるんだってね、だん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 世界に対する解像度が上がっていく見せ方をしていて、でそこでですね、狩りをしてる少年が、描かれるわけですよ。あなるほどと、この世界がこの子にとっては当たり前で、ここで生活してるんだなと、見える形です。またですね、こうやってこのやり取りで何が行われてるのかっていうところが戻ってきてからね、言ったらまあおばあちゃんたちに自慢話じゃないんですけどね、活躍話を聞かせる形で何が起こっていたかを主人公のカイナが語る形から、ある意味答え合わせ的にもなっててですね、まあ世界観の魅力はもちろんなんだけど、それをちゃんとストーリーも ね、そして、このカイナという少年の深掘りというかですね、まあ描写回収として綺麗にね繋げていてですね、よかったと思います。まあ言ったら、卵を持ってるね、この、まあ、飛びケラですね。はい、オケラが、空飛ぶオケラっていうことだと思うんですけど、これが珍しくて、まあ、このことを生卵ってね、言っていました。虫を食べているね、人たちの生活ということが、わかります。
他にもね、文化的な部分、ちょっとデストピアめいたね、そういうまあ演出だとかですね、手がかりなんかも残っていてですね、世界観に対してのね、深掘りだとかですね、ね、気になる部分なんかがいっぱい書かれてました。特にまあ、文字に関しての話もしっかりありましたし、ね、そしてまあこの天幕の上で生活しているんだけど、水っていうものは地上からね、まあ気が吸い上げてくれてるんだと。ただ、吸い上げてくれてる木の活動が、まあ、その弱くなってくると今度は水が出なくなって生活が立ち行かなくなると、もうすぐこの場所も人が住める場所じゃなくなっていくぞという、ところが書かれててですね、結構シビアなんですよね。だから、普通よくあるのは我々視聴者が見た時に綺麗な景色があったら主人公たちも綺麗な景色に見とれたりするわけですよ。でもこの作品の一番のキャラクターってそういった描かれ方をほとんどされてなくて、それはその景色が美しいんじゃなくて彼らにとっては当たり前の風景であって、そして自分たちの命を奪ってくる可能性のある怖いものになってるわけですね。この辺のね、描かれ方のバランス感覚なかなかに良かったと思います。またですね、カイナが気にしている下の世界の描写も描かれました。下の世界は下の世界で、このね、まあ大雪海大雪原ね、の影響でですね、人々はなかなかにね大変な思いをしていて、その中でも人々の文化はあるからこそ争いが起きていて、戦争めいたものもあると。ただあくまでもほら血がちゃんと赤く書かれていたりしてですね、あくまでも人間同士の争いがしっかりされていて、今回は、まあリリハっていうのは何らかの目的でこの浮遊中にね、乗って上に上がってきて2人が出会うストーリー性にはなってました。そうなんですね、はい。2人が出会うんだけど、まあ女の子が空から降ってくる落ちてくるっていう絵面はよくあるんだけど、女の子が空から浮かんでくるんですよね下から上にね、そして出会うという構成、良かったと思います。このシチュエーションはやっぱりこの作品だからこそのね、絵の作り方だなというふうに思いました。下の世界って結構しっかり書かれてるんだけど、自分ここで一番印象的だったセリフが、そのリリハの今日だけはね、雪海に感謝って言ってたんですよね。ここのセリフすごく良くて、つまりさっきも言いましたけど、幻想的で綺麗な景色になっているんだけど、それは我々がね、無責任な視聴者が見てそう見えてるだけでですね、まあ彼女たちにとってはですね、自分たちの生活を脅かす煩わしいものなんですよ、この雪にね満ちている綺麗な世界っていうの。そこをとにかく頑張ってね、苦労してですね、あがきながら生きている人たちの様子が書かれている。つまり、まあいわゆるファンタジーとか SF 的にはですね、なんでこんな世界になったんだろうってね、なんでこんな世界を生きていかなきゃいけないんだろうね、文明みたいなものの、ね、残骸みたいなのちゃんと残ってるんだけど、じゃあなんでこんな変な世界になったんだろうっていうのよりも、今この世界をどうやって生きていけばいいんだろうっていう、どう生きていくかっていうところがしっかり書かれていたね、形のね、いいセリフだと思うんですよ、自分はね。なんていうか、とにかくこの世界で生きていくための地に足ついたね、書かれ方を自分はしているなと感じました。はい。そして2人はまだ出会ったばっかりなんでね、どういう風な展開、物語が展開されるから全然、見えないところもまたね、楽しみに見える部分だと思います、ね、とにかくまず世界っていうものをね、我々に叩きつけた1話だったんじゃないでしょうか。2人が出るまでの人々の描かれ方もめっちゃ良かったですね。結局今回2人まだ出会ってなくて、会話もしてないんですよ主人公のカイナとリリハは ね。でもそこに行くまでにどんな人物なのか、どんな使命があるのか、何を思ってるのか、そして2人のことを大人たちはどう見てるのかっていうところはしっかり描かれているわけですね、カイナは下の世界、ね、外の世界じゃなくて下の世界に興味を持ってるっていうところもこの作品ならではだと思いますが、おそらく別の場所に人がいるんじゃないかと思っていて、そこに期待している。でも自分がおじいちゃんおばあちゃんのことをほったらかして、ね、どっかに出ていこうとはやっぱり思ってなくて、そういう話になりそうになったら話をそらしちゃう、ごまかしちゃう形になります。で、大人は大人でそんなカイナの様子を察してですね、自分たちが死んだ後のカイナの未来についてすごく心配してると。そう、パッと見た感じ個性があまりなさそうに見えるんだけど、全員ね全然違うんですよね、これね、キャラクターとして。
か、カイナには苦労をかけるなって、何よ今度俺が一緒に狩りについていくよって、ね、いや別に狩り自体の苦労じゃなくて、ね、この先のことをみんな思っとるんやで、カイナのこの先のことを考えてるんで、この村の人たちがいなくなった後のことを考えてる、その話だぞって、察しの悪い人もね、おじいちゃんもいるし、でもうとにかくカイナのやったことを褒めてくれて、話を聞いてくれるおばあちゃんなんかもいてですね、すごくいい、そして、その上で例えば看板人なんかはこの輪の中にはいないっていうところでですね、まあ反りの合わなささとかね、考え方の違いみたいなところも見えてくるね、形よかったと思います。そして、どの人物もみんなカイナのことを気遣って、カイナの幸せを願ってる形ですね。そう、とにかくシビアで、この村もね、その天幕の人たちはもうカイナ一人になってしまうと、その後どうなるんだろうっていうところも心配をしてる、そんな形。そしてカイナは、そのことが分かってるからこそですね、おじいちゃんおばあちゃんのことを見捨てることもなくですね、でもやっぱりワクワクは止められないね、下の世界に対する興味は残ってるというね、この絵作りめっちゃ良かったですね。こっからリリハにあってカイナの世界は変わると思うんだけど、前提の描き方が見事だったと思いますね。もちろんね、リリハ側はちょっとよくある、まあ、冒険ファンタジーにもねあるようなね、まあ、構文で書かれたと思います。おそらく国のね、命運をですね、まあ、かけたですね、一大プロジェクトだったんでしょうね。なんか浮遊中っていうものにね、フックを引っ掛けて上に向かおうとしていたようです。何を、まあ、目指していたのか、それこそ天幕の方を目指していたのか、ね、言ったら賢者の森と言われていた、まあ、言ったらその水を上にね、引き上げてくれるね、木の何かがあると言われていたのか、それとも、まあ、例えば今回看板 G がね、言っていたような、まあ、儀式だとかですね、伝説的なものがあるのかは分かりませんが、ともあれ、下の世界は文化があって、人同士の争いがあって、そして戦争があるわけですね。で、自分の国の未来のために今回リリハは上に上がってくる、形にはなりました。賢者の森とつぶやいていましたけど、これがね、国の言い伝えとして何かあったのかは分かりません。でもですね、まあ今回の看板人の話とね、つながれば、まあ明らかに何らかのね、伏線として回収されていくと思われますので、はい、2人の出会いがどんな物語なのかは全然見えてないんだけど、でも双方ね、やっぱりシビアな世界において少年少女に対して大人がですね、2人を気遣ってる、そういう描写になっていたんじゃないかなというふうに思います。この辺りもね、すごくいいですね。そんなわけでストーリーがね、どう展開していくかっていうのはまだちょっとね見えないんですけど、自分としてはやっぱりこの世界だからこそ描けるものをね見ていきたいと思いました。いわゆるその不思議で魅力的な世界観を見せてくる、まあオリジナル作品とか特にね、SF ファンタジー作品ってすごくいっぱいあるんだけど、物語が進んでいったら、いやそれって別にこの世界観とかじゃなくても描ける物語だよねとかですね、まあそういう風になってくることも多いわけですよ。ですので、このやっぱりものすごい大雪海に覆われた世界で、そしてその上に天幕が張られていて、そこで暮らしている人たちの少年とね、下の世界からの少女が出会うというストーリーがどうつながっていくか、この世界じゃないと出せないものっていうのに、つながっていってほしいなと個人的には、思っているので、まあその辺をね含めて注目していきたいと思います。でやっぱりその期待する注目点としましては、まあ日本語とかが明らかに看板 G のくだりでね、日本語や英語なんかがちゃんとできていました。これは看板 G がカイナに必要と思って教えてくれてるんだと思います。ここのね、その文字読み練習のシーンおもろかったですね。日本語の漢字とかはちゃんと文法で読めるんだけど、ね、でも英語に関しては多分単語単語を直訳するせいで文法が変になってるんですよ。この辺のねあるある感というか ね非常に見ていて面白かったと思いますし、伝説だとか儀式の話なんかは今回リリハが上に上がってきた理由にも、つながってくるかもしれませんので、伏線めいていてですね、いや今後の話としてね期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。あと余談としましてはですね、こちらはその二瓶勉先生、漫画の方ね担当されてる方、原案ね、の方のですね、まあ他の作品、シドニアの騎士とか、作られてる方ではあるんですけど、そういった世界とのですね、世界観的なつながりはねあるんですよみたいな話をちょっとね、されてるので、この辺りを楽しんでる人は一緒にね、まあ楽しめるんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあともあれ、そこは一旦置いといて、まあ本編も新鮮な気持ちでね、今後追っていこうかなと自分は思って
っています、はい。まあ、動画をちょっと深掘りしてね考察できる要素でつながるかわからないんですが、毎週のねライブの方でちょっとこの作品を追いながらみんなと語っていくのがあれこれ楽しいんじゃないかと、思ってますので、よろしければねご一緒いただければというふうに思います、一緒にね作品を盛り上げながらね、共に楽しんでもらえればと思います。自分はね1話すごく魅力的で、楽しかったですね。ですので、今後まあどういうストーリーが乗ってくるのかっていうのね、一緒にワクワクさせていただければと思います、今回は、第1話ですね、大雪海のカイナのね感想紹介をねさせていただきましたが、いかがだったでしょうか、皆さんのね感想やね、まあ、注目点なんかも教えていただければ嬉しいです、ではではご視聴ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。